世界が以前よりも早く回転している日に、多くの人々が機会を求めています。事業成長の機会。農業における作物栽培から利益を得る機会。コミュニティの強靭性を高める機会。産業振興省またはDプロムとも呼ばれる、さらに多くの機会と創造が可能な場所。Dプロムは重要な役割を果たし、タイの事業家たちを支えることを心に決めています。ビジネスの安定性を高めるための機会を増やす。そして持続可能性のために。Dプロムには、中小企業、SMEs、および地域の事業体、事業者、および産業部門を支援する主要な使命があります。Dプロムは、SME の能力開発を促進する支援を提供しています。Dプロムは、国の組織や民間部門のネットワークを構築し、発展させることに継続的に取り組んでいます。高い能力を持つ組織に人材を育成する準備が整っています。21世紀に安定した国の発展に応えるため。Dプロムはタイの産業及び中小企業、SMEs の発展に熱心です。競争力を持つために。産業製品の強化と付加価値を生み出すために、そして産業部門の環境システムを革新技術と創造的な発想によって標準化する。グループの統合と産業連携ネットワークの構築を促進し、サプライチェーン全体が競争力を高める能力を持つようにするために、 Dプロムは起業家が機械や最新技術にアクセスする機会を支援し、Dプロムのサービスセンターが全ての地域をカバーしています。そしてビジネスの推進と効率向上を支援し、促進する要因を開発する。タイの産業部門及び中小企業 SME の能力を完全に強化することを通じて、資金源への包括的かつ効率的なアクセスを含めて、 Dプロムは従来のモデルから逸脱し、仕事のやり方や公共サービスの形式を変えることにコミットしています。デジタル形式での業務を通じて、24時間365日国民にサービスを提供できるように、テクノロジー、プラットフォームおよび様々なツールを活用し、国民に迅速で透明性があり効率的なサービスを提供できるよう、 Dプロムは技術、革新、そして知識によって産業に機会を創出します。Dプロムがタイの起業家のあらゆる夢を実現するための空間を提供する組織となるように、ビジネスを成長させる、コミュニティの持続可能性を向上させる、変化への機会を迎え変わりゆく世界を歓迎するために、もしビジネスを考えるならDプロムを考えてください。Dprom, Department of Industry Promotion Thailand.